さあ行きましょう。しんのすけの部屋でございます。清水さん1,2,3,4,5個でやってますけど、どれにしようかな。いろいろ番組の企画をやってくれてますね。新人ライダーと一緒にパスローを打つとか、全国に数台しかないチンコ台を打つとか、パチスロから離れてスタッフとの旅行やグルメ動画などをやってほしいとか、その地方で観光や郷土料理などを楽しんだりしてほしいとか。なるほどですね。やりたいです。はい。加野義孝さん、パチンコ台を開けて玉を出している店員がいました。何をしているのか分かりません。ホルコンとか聞いたことがあるんですが、玉抜いて出ないようにしてるのですかね。なわけないですね。玉抜きじゃないですか、うん、ホルコンってだからなんか嫌な風潮になって、ホールコンピューターの略で普通にどの店にもあって、でそこで出玉管理であり全てを行ってます。出玉管理っていうのは、管理してるっていうのは要は実際にどういう動きをしてるのかを見れるだけであって、あのいわゆる遠隔、みんなが、まあ、一部の人が好きな遠隔してやがるみたいなのは今現状のパチンコ業界では考えられないですね。なぜなら遠隔ってみんな言いますけど、もし遠隔が本当にあるんだったら、みんな手のひらの上でもう踊らされてるぞ、うん、でもっと盛り上がってると思う。いい出し方できるんじゃん、遠隔があるんだったらね。それこそ顔認証であり、あのいつも来るお客さんの性格であり懐事情でありっていうのをリサーチした上で、この人はだいたいいつも所持金1万円以内だから9000円で当ててやって、今日は1万円出させて帰ろうとか、そういうところまで踏み込んでくると思うよ。本当に遠隔があるんだったらだよ、うんね、はい。次、スコット・フルさん、松戸出身ということで親近感を持って応援させてもらってます。来店など声をかけたときフレンドリー対応だともちろん嬉しくなりますが、最近は常連のファンが取り巻きのようになってしまったり、番組に常連のファンを無難に前面に出しすぎて開けられたりというようなこともあるようです。まあ、ファンと演者の距離感の話ですね。ファンは大事ですが、あまり友達感覚すぎてもダメでしょうし、演者によって距離の取り方は様々だと思うのですが、シンさんの話を聞くとファンとはうまい感じで距離を取っているように感じますが、ファンと演者の距離感をどのように考えますか。難しいですね。難しいこと言いますね。まあちょっと離れた連れみたいな感じですかね。まあ知り合いまで行かないけど知ってるよねみたいな、連絡先とか知らないけど知ってるよね、であなたこういう感じだよねみたいな、こういうの好きだよねとか、結構毎回負けてるよねとか、毎回出してるよねとか、で意外とパチスロうまいよね、あなた下手だからやめた方がいいんじゃないのとか、そういう距離感、本当にそのまんまのこと言うんだよ俺、うん、それぐらいかな。あなたちょっと彼女かわいいねとか、あなたの連れてる彼女かわいいねとか、彼氏めっちゃイケメンやんとか、そういう距離感かな。でなんか機会があればチャンスがあれば忘年会あるから一緒に来て飲まないみたいな距離感ですよね。でいいかな、それ以上ないよね、うん、はい。トレチキマックさん、この前凱旋で4700枚20スロ単純計算して90本くらいかな、換金所行くと190本もらいました。お、間違えてくれたみたいだね。明らかに間違ってると思いましたと。こういう場合間違ってますよと言うべきなのか、はたまた儲けと思った方がいいのでしょうか、審査ならどうしますか。これはちょっと気づくタイミングによっちゃうな俺、申し訳ない。うん、その場で気づいたら間違ってるって鉄板で言うけど、後から気づいたら意外と言わないかもしれない。そういうこと言ったらダメかな、ダメダメ後で返しに来ます後で返しに来ますはい。次、クンヤーさん、来店でイチャモンつけてきた客いますか、喧嘩ありますか。ありますね。まあ地域言うとあれだけど、ある地域は気性が荒いっていうのを聞いてて、行ったら、おい何やってんだお前、帰れ帰れ言われたんで、もうその人のとこ行って、いや俺仕事で来てっからさっていう話をして、まあまあ揉めたことありますね、うん、
でそれ一応カメラ回ってて本当迷惑だったと思うんだけど、それだと俺の仕事できなくて、いやあなたの言いたいこともわかるんだけどみたいな、結構話し合った。その時は喧嘩っていうよりか話し合った。うん、そう、昔多かったそういうの。今はもう全然なくなりましたね。ほぼなくなったんじゃないかな。今年あったかな。まあないな、ありがたいことないですね。3、4年、5、6年前は本当多かったかな。もうちょっと前かな、うん、お前帰れやみたいな感じで、もう速攻で行くよね、うん、そうありますよ、それは。だからまあ迷惑かけてるシチュエーションも多々あると思ってるんで、認識してるんで、そこはちょっと本当にしっかりと分かった上でちょっと行動したいなとは思ってます。はい、次、前田優斗さん。新さんいつも動画見てます。これからの絆で来店した兵庫県のあそこにまた来てください。さ、最後に絆でシゴロインスを出して欲しかったんで、今回は番長か、また絆でリベンジしに来てください。来たですね。次、読めねえんだよ、アルファベットで。ユニキューズラザーさん。追加スイーツも見てます。ワッシーです。静岡県ではライターイベント禁止なんですが、静岡県でプライベートで打ったことはありますか。ごめん、ない。むしろ静岡に降りたことないかも。伊東って静岡、神奈川だよね。箱根って静岡、神奈川だよね。神奈川県箱根市だよね。誰も知らない。箱根行ったぜ最近。だって神奈川だよねあれね。静岡、あ、あるある。だけど車でしか行ったことない。うん、あのテニスの合宿で行った。せいやさん、たまに福岡来られてると思いますが、熊本には来られないんでしょうか。現在仕事の関係で熊本在住になってますので、来られるのであればまたぜひ生新さん拝見しに行きたいです。熊本は多分今年の初めぐらいに一回行ったかな。熊本って実はね、お袋方のお父ちゃん、僕のじいちゃんの実家で、まんじゅう屋やってるんですよね。あの熊本県菊池郡で。だから意外と行くんですよね。個人、あのプライベートで。はい。タロスケンさん、撮影中にサインもらいに行ってもいいですか。もう全然大丈夫です。カメラマンに一言言ってくれればもう何も問題なく書きますんで。タミミさん、やっぱ好きだ。シンさんとどうやったら出会えますか。シンさんと出会えた女性が羨ましいです。嬉しいこと言ってくれますね。嬉しいこと言ってくれますね。はい、ありがとうございます。新滅 99.9 チャンネルさん、ロードオブバーミリオンにハマってますが、シンさんこの台の評価はどんな感じでしょうか。出たばかりの頃はゲーム性が似ているハーデスと比べられてしまい、あまり評判がよろしくなかったのですが、ポセイドンが出た昨今、私の通える範囲のホールさんではこのロード・オブ・バーミリオンの再導入が増えてます。じわじわ来てるのでプロの目線での意見が知れる。いいんじゃないですかね。一回打ったことありますけど、なんかわけわかんない感じのゴッドな感じがいいですよね。バンバンバンみたいな、うん、まあ打つことないんだけどね。冬のソレさん、鬼の城まだでしょうか。悲しい。鬼の城まだ打てる、打てる店あったら打ちたいけどね。ロッキーさん、父から聞いた15年から20年くらい前のパチンコ店の話。やんちゃな人が大負けして帰るときに台に向かってかかと落としや助走をつけて飛び蹴りをして台をぶっ壊して帰る客を見たことがあったって言っていたのですが、シンさんはそのような人を実際に見たことがありますか。昔はそんな感じの人が結構いて、今はだいぶ客層が良くなったと言ってました。15年前はいないけど、20年前っていうと俺24。20年前ぐらいからいなくなってきたかな。25年前は確実にいたね。うん、25年前は確実にいた。うん、いた。だいぶだから一時、なんだろう、18歳未満入店禁止が徹底されたぐらいから本当に雰囲気が良くなりましたよね。そのアミューズメントパークとしてのパチンコパチスロ店っていう感じで。はい、笹笹さん、パズドラ以外で何かソーシャルゲームやってますか。自分は昔いろいろやっていたんですが、今は2つまで減りました。あ、つまんない。もしよろしければ他のソーシャルゲームをやってる新さんを見てみたい。ソーシャルゲームって要はアプリってこと。うん、やって、あ、俺最近だけどダウンロードしたやつがあって、
サウストってやつ知ってるよね。知ってる、ワンピースのこの白ひげのさ、アップデートしてくださいって言われちゃった白ひげが使いたくてさ、白ひげのあのグラグラのそのあのあれがちょっとこれ使いてえなって始めたんだけど、全然白ひげまで出てこないの本当にまだルフィが一生懸命こうやってゴムゴムのガトリングとかやって、もうこれいつまで レクチャー続くんだ、俺は白ひげのグラグラのあの衝撃波が打ちたいんだよみたいな感じですわ、ほんまに。もうこれこれサウザンワンピースサウザンストーン、うん、1周年らしいよ、うん、ようやくゾロが出てきた感じだよね、ちょっと悪魔の実の能力者とかなりたいよね、うん、もうシャンクスが何の実の能力者なのかが気になってしょうがないよね。まあ一説によると時々の実っていう話があるんだけどね、時間を止めることができる、これは強いぜマジでだよね、うん、シャンクスが強いんだろうね、うん、だってさシャーロットリンリンとかもうアホほど強いわけじゃないね、もう話にならないわけでしょ強さで言ったら。でカイドウかあれなんかもう不死身でしょ。で四皇も一人結局黒ひげになっちゃったわけだけど、もう結局グラグラと闇闇2つ使えるわけで、なんかジャコキャラっぽい雰囲気なんだけど、あれボスキャラになるわけでしょおそらく、まあ大方の味方ですけど。そんな中赤髪のシャンクスがどれだけ強いのっていうのはやっぱりね、海の主に腕を食いちぎられるぐらいなのに、あれは結局悪魔の身の能力者なのに泳ぐことができてっていう憶測もあるし、だからすごいそのやっぱりワンピースっていうのはいいですよね。夜眠れない時に自分が何の能力者になったのかっていうのを想像すると、現実とかけ離れすぎてて眠気が襲ってくるっていう睡眠法があるんですけど、あのもっぱらそんな感じですよ。僕はもっぱらエアの身の能力者なんでね、エアの身の能力者、楽しいよね中二病。はい、リールの図柄について回答ありがとうございます。ターさん、最近シェイク3にハマってるのですが、この台スゴビ搭載してくれてもよかったと思うのですがどうですか。高確率やピークタイム中などスゴビの映像と大パネル中央に搭載されたスピーカーからの低音を響かせながらノリノリで打ちたいと思ってしまいます。今後出す新台ではスゴビを復活ですよね。僕も思いました。ヒップホップ0533、パチスロ打ってて好きな音楽やたまらない音などありますか。僕は凱旋の凱旋マーチや北斗の北斗ぞろいのケンシロウのセリフを言うときが好きです。またマニアックなとこ行きたね。俺はもう政宗のあの七ぞろいの時のっていうか、もう決戦の時の音全てが好きだよね。もう全てだよね。レバー音遅れとか、またその第三話した後に次七ぞろいが確定するルフィの復活とか、ルフィじゃないよね、政宗の復活とか、うん、全てだよね。で打感がいいのはゴーエモンなんだけど、あれはちょっとダメだね、人気がなさすぎるね、うん、打感がすごい軽くて好きなんだけど、うん、何時、はい、あっくん、来店で打っていてこの店に設定はないなと感じた時でもやはり設定使ってないとかは言えないのでしょうか、それとも言わないのでしょうか。最近の動画を見てると特に強い根拠もなく一つでも良い挙動があったり出玉があるとやたら録を掴んだとか最高設定あるよとかいう演者の方がすごく多いと思います。それこそ宣伝に感じてしまいます。やはりプロとして来店で打っている状況の中では公平なコメントはできないものなのでしょうか。ちなみに新さんの動画で早めに切り上げているのを見るとそういうことなのかなと勝手に解釈してます。なるほど、俺は結構言ってはいるよね。であんまり言いすぎると結局お店からクレーム来る場合があるので、一応ちゃんと見てくれれば分かるような表現の仕方はしてるつもりです。はい、だちゃんと見てくれればっていうのがちょっとわがままなんですけど僕の、うん、で早めに切り上げてるっていうのはね、結局ない旨を察した場合と、あとね次の日があるから4時には帰らなきゃいけないっていうところがあるんですよね。だ本当はもっと打ってたいんだけどみたいなところはありますよ。本当にある、うん、最近は特に多い。まあ政宗ね、この前もだって4時に切り上げなくちゃいけなくてさ、もう出たのか出てないんだか分かんないけどさ、
ね、見てください。もうほんともう断腸の思いで俺辞めて帰ってきたからね。うん、はい、次ケーキ富野さん、マナーについて質問。出た台が空いたので立ったままデータランプ見てました。すると一人が走ってきてコインを台の皿に入れてきました。他にもデータランプを見ていたらそのまま座られたこともあります。これは本当にムカつきました。これは確かに台に何も置いてなかったら引きなかったからだけど、これはマナー的にどうなんでしょうか。あと新さんはこの行動どう思いますか。これは良くないよね。僕もやられたことあるんですよ最近。あなたの笑顔が見たいからっていう番組でどこだったか地方行って番長3、あ、これは打てるねっつってこうやってもう本当に座席にもうぴったりくっついた状態でもうさああと置くだけっていうところでおっさんがカットインしてきてパーンと置かれたのよ。うん、はっていう感じ。もう開いた口が塞がなかったもんね。文句を言う気にもなれないというか、だから結局それぐらいのその余裕のなさっていうのはまあ果たして余裕があるかないかで言うとそんなの知ったことじゃないんでしょうけど、やっぱ譲り合いじゃない。日本人のいいとこって譲り合いだと思うんですよね。であの人打つのかなっていうその思いやりであり、そこの部分が欠如した行動っていうのは、うん、ただ最近多いよね本当に。電車乗る時もさ、なんでお前降りてくんのみたいなお前違う違うお前逆だ逆、なんでお前乗ってくんのみたいな、お前乗ってきたら俺降りれないじゃんみたいな、エレベーターにしても本当に多いと思う。でね、その一つの理由としてはやっぱスマホが上げられると思うんだな。だからもうスマホに夢中でさ、もう周り見えなくなっちゃってるんだよね。うん、もうこれは本当年寄りの戯言にしかなんないんだけど、そのここ7、8年、もうスマホがもう自分の分身のような状態になってるん でそれをこうやるから周りを見ないっていうのが当たり前になっちゃってて、でそれ当たり前だから当然周りの人がどういう状況なのかも見ないのが当たり前なわけでね。ちょっといろいろ思いやっていきたいですよね。はい、最後って言った俺、次最後ね。シンさん、ハットとキャップどっちが好きなんですか。使い分けてるのは気分ですか、それとも験担ぎなどの意味があるんですか。気になったので質問させてもらいます。気分ですね。今年はずっとキャップな気分でしたね。ハットはおそらく 4、5 回しか被ってない。気分、今年はキャップな気分でした。来年はどうかな。